グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。暴走対策ウッドデッキ工事、雑草がなくなり快適なドッグランが完成。よく見ると既存のウッドデッキ周りには無駄なスペースが空いています。境界から既存のウッドデッキまでの空地は雑草が生えてきてしまっています。狭い敷地周りは雑草取りがとても大変です。ウッドデッキは敷地いっぱいに広げて高さ 1.5 メートルのフェンスを設置しました。ウッドフェンスで囲った空間はプライバシーが保たれてとても快適です。車を洗うための既存の水場はそのまま残します。ポストユニットは木のように見えて腐らないタイプの木目のポールを採用しました。アクセントのレンガ敷きにしっかりと養生をして土間クリーンコンクリートを盛んで鳴らします。電柱の部分だけ砂利敷きにして電柱工事の際に影響がないようにしました。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますのでお気軽にご連絡ください。フリーダイヤル0120-041-301です。お電話お待ちしております。